はい、皆さんこんにちは、石川でございます。今日はですね、このオイルストーブを、ちょっとお仕事関連の知り合いの方に Amazon ギフトからちょっと送っていただいたので、安藤さんありがとうございます。で、これすごく、いいアイテムなので紹介したいと思います。はい、このオイルストーブなんですけど、まずこの五徳、夜間とか、鍋とか、クッカーですね。はい。クッカーとか載せるごとくと、本体、なってます。で、本体が、これは、火を消したりとか、あと火力を調節する。これで火力を調節するんですけど、火力を調節するための、蓋と、あとは、これ中蓋ですね。で中に、ここ、ゴムのパッキンになっていて、で、オイル途中で、しまって、こうやってしまって運んでも漏れないようになってます。で、この中にオイルを入れて、で、ここ外に、穴にが、小さい穴が開いてて、ここから火が出るんですけれど、まあ実際にとりあえず使った方が早いと思うので、やってみたいと思います。で、これを、五徳の上にセットして、これセットすると、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、下に少し隙間が開くんですね。で、多分、これが、使ってるとすごく熱くなるので、で、これでちょっと浮かしておくと、まあ、なんだろう、机が熱でやられたりしないとか、まあ、そんな感じなんじゃないかなと勝手に思ってます。で、あとですね、オイル。これ、アルコール、燃料用アルコールのオイル。だいたい 500ml で、Amazon なんかだと、1本580円とか、それぐらいの値段で売ってます。そして、このオイルを、中に、これだ。どうぞ。ちょっとカメラ越しなんでね、見てるんで、分量が見にくいんですけど、普通は8分目ぐらいとかまで入れるらしいんですけど、使い切らないといけないので、多分お湯を軽くコーヒー一杯沸かすぐらいだったら、下の方、まあ、どれぐらいですかね。1センチもいらないぐらいだと思います。はい。これぐらい入れておきますね。はい。ちょっとこぼれちゃったので。よいしょ。はい。で、これで火をつけます。おお。で、今、オイルをこぼしてしまったので、ちょっと周りから火が出てるんですけど、しばらくすると安定してくると思います。ちなみにこれ、ダラカっていうメーカーのものなんですけど、まあ、有名なのはトランギアさんのものが、有名だったりします。で、同型のやつが、だいたい Amazon で、2000円ぐらいかな。で、1600円とか、それぐらいで、非常に安価で買うことができるので、持ってない人は、ぜひおすすめです。で、安定してくると、こんな感じで、どんどん炎が強くなってきて、先に、お湯を沸かす準備をしないといけないですね。よいしょ。これぐらいの、コーヒー一杯沸かすぐらいのお湯だったら、かなり早く沸かすことができます。炎が安定してくると、こんな感じで、きれいに、周りの円から、いい感じで炎が出てきます。で、これそうですね、お湯を沸かすこともできるんですけど、ソロでキャンプ、小さいテントとかで、キャンプをするときに、まあ、テントの中でね、小型のミニ焚き火台とかで、炭とかやったりすると、
一発で一酸化炭素中毒になってしまうので、こういうので少し暖を取るのもいいかなと思います。はい、これで、お湯が沸いたので、この消し蓋でこれで消えますね。これ結構熱くなるので、しばらくちょっと置いとかないといけないですね。ちなみにさっきの、この火消し蓋と、火の調節するやつ、まあこういう半分ぐらい、開けておいた状態でパコッてやると、なんか余計火の上がりが強くなった気がしますけど、こんな感じで調整が、ほっ、途中でちょっと変えるのは難しいですね。まあ、弱火にしたいときはこの蓋の開き具合で調整したりするみたいです。これで温度を調節した後で消そうとして手で持つと、当然アホみたいに熱いんで、はい、やけどしないように皆さん気をつけてください。はい、ということでオイルストーブ、個人的には見た目もすごいおしゃれだし、実用性も高いですし、で何よりやっぱり炎がなんかボボボボって燃えるのが、ガスストーブ、いつもガスストーブ普通に使うんですけど、ガスストーブだとボワーっていう感じで、若干ちょっとガスのボンベもやや燃費も心配かなと思ったりするんですけど、オイルの方が、ちょっとリーズナブルに使えるし、とってもおすすめなんで、皆さんも防災用に1か2台ぐらいあってもいいんじゃないかなと思います。はい、今回の動画は以上になります。安藤さんありがとうございました。